中村城跡の土塁中村城は、香川県禅通寺市にある日本の城跡。鎌倉時代には堀を深く、土の包みを高くして二丁四方の平城が整備され、地域の中心的な役割を果たす。しかし、戦国時代に鉱山城が築城をされ、廃城となる。敷地内に掛け政神社が残されており、他には一部残された土塁と堀が確認できる程度で、ある。 正確な築城年代は定かでないが、佐抜府氏によると、平安時代後期に、源氏に属していた中行寺堤防の居城とされている。行寺氏が長くこの城にいたとされているが滅亡し、現在は、航路の地名のみが残されている。中行寺堤防は、八島の戦いで、源氏に味方した人物であり、西洋府に六条した書にもたどぐん、中村城主としてその名を止めている。 前三市には中行事帝府左行きにおり行き、厚生行事聖左衛門というものありで、なおそのところにおり行きとあり、行事聖左衛門の代までは中村城にいたとされる。戦国時代に鉱山城が築かれたことで中村城は廃城となったとされている。角川日本地名大時点では中は中から来たとされ、中軍に本拠地を持っていたと考えられ、 佐ト君の中村城に寄ったとすることは疑わしいとの説もある。郵便番号765-0073香川県全通寺中村町わざとい。ありがとうございます。